平野紫耀と神宮寺勇太のファンクラブ入会費変更により、滝沢秀明がファンの期待に応える。滝沢秀明氏が新たに立ち上げた事務所、戸部に合流した平野紫耀と神宮寺勇太のファンクラブ入会費が発足費と同じ日に変更されるという救済策が発表されました。 この変更は多くのファンが入会手続きに殺到し、待ち時間が長くなってしまったため、ファンの要望に応えるための措置です。滝沢秀明氏の迅速な対応に対して、ファンからは感謝の声が多数寄せられています。入会変更の救済策に感謝の声。滝沢秀明氏が率いる新事務所、戸辺、が注目を浴びています。 平野耀と神宮寺勇太がこの新事務所に合流し、ファンクラブの発足を告知しました。しかし、多くのファンが入会手続きを申し込んだことで、サーバーのアクセス集中により、12時間待ちといった報道もされました。ファンにとっては発足日に入会したいという思いが強く、SNS 上で多くの要望が寄せられました。 これに対して、滝沢秀明氏はファンの声に応えるために入会費の変更を検討する旨をファンに伝えました。お約束はできませんができる限りの対応を検討しますのでお待ちいただければと思いますと述べました。そして、その後、滝沢氏はファンの要望に迅速に対応するため、入会費変更手続きを実施することを報告しました。 飛べ公式サイトでは、入会手続きを完了した方々に対して7月7日を入会費に変更すると告知されました。また、入会費の変更を希望しない場合は、本来の入会費に戻すことも可能とされています。ファンからは、この迅速な対応に対して感謝のコメントが多数寄せられています。ファンの声に応える滝沢秀明氏。 滝沢秀明氏はアーティストとしてだけでなくファンとのつながりを大切にすることで知られています。彼が飛べ事務所を立ち上げる際にはファンの期待に応えるための施策を講じたことが注目されました。平野紫洋と神宮寺勇太のファンクラブ入会変更もその一環として行われたものです。 滝沢秀明氏は、自身のツイッターでファンの声に対し、お約束はできませんが、できる限りの対応を検討しますので、お待ちいただければと思います。と述べました。これにより、ファンは彼の真摯な姿勢を感じ、期待に胸を膨らませました。その後の入会変更の発表により、多くのファンが喜びを示しました。 滝沢秀明氏が迅速に対応し、ファンの要望を取り入れたことで、ファンとの絆を深めるとともに、戸部事務所のスタートを華やかなものにしました。滝沢秀明氏が新事務所戸部に合流した平野氏要と神宮寺雄太のファンクラブ入会費を発足費に変更するという救済策が話題となりました。多くのファンが入会手続きに殺到し、待ち時間が発生したため、 滝沢秀明氏はファンの声に応えるための措置を取りました。この迅速な対応に対してファンからは感謝の声が多数寄せられています。滝沢秀明氏がファンとの絆を大切にする姿勢を示し、ファンの要望に真摯に向き合ったことが評価されています。 平野市用と神宮寺雄太のファンクラブ入会変更は、滝沢秀明氏の新事務所戸辺のスタートをより魅力的なものにしました。ファンとの絆を深めるための一環として、彼らの要望に対応する滝沢秀明氏の姿勢は、今後の活動にも大きな影響を与えることでしょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、 ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。